と噂になってるわよ。いろんなお願いをどんどん聞いて叶えてくれるルーキーがいるって。しかしそうして他人のために奔走してる姿を見てるとなんだかちょっと師匠を思い出すな。あの人も無茶な依頼を聞きまくってあっちこっちに出向いてたっけな。うーわ、始まったゼノの師匠語り。これ長くなるから気をつけて。こんなところで長話はしねえよ。師匠は師匠、こいつはこいつだ。でもお前さんの持つ雰囲気は師匠に似てるんだよな。あの人は他人のために頑張りすぎて随分と貧乏くじ引いてたぜ。お前さんも気をつけな。さあゼノ、そろそろ行こう。お、それじゃあな。おお、いいところに。ちょいと一つ教えてほしいことがあるんだけど、いいかな。ぶっちゃけフォトンを使うってどういう感じだったりするの？生地を練るような感じ？流水を抑えるような感じ？いやさ、なんか感覚的にでも分かれば私にも使えるようになったりしないかなって。あ、いや気にしないで。他の人もみんななんとなくで使ってるって言ってたしね。多分そのなんとなくがわからないってのが才能がないってことなんだと思う。ふーん、残念だな。とっても残念。まあぐちぐち言ってもしょうがないよね。私は私で別にできることを探しますか。どんな話が聞きたいの？あれの話？これの話？いいよいいよ、何でも聞いてよ。お姉さんが何でも答えちゃうから。ごめんなさい、どうもパティちゃんがあなたを気に入ってしまったみたいなの。多分前の機会にきちんと話を聞いてくれたからかな。心配しないで、情報は私が調べたから確かだし、見返りも要求しないから。パティちゃんのハイテンションはまあ諦めてほしいかな。お、ティアと二人で内緒話？私も混ぜてよ。混ぜるも何も新しい情報の話をすればいいじゃない。そうだな。あ、こういうのがあるよ、危険なアークスの話。って一口に言うけど、みんながみんな正義の味方ってわけでもないんだよね。戦い大好き、敵味方関係ないってテンションのチームや、いちいち難癖つけてくるチームとか。なんだか思い出すだけで腹が立ってきたな。パティちゃんの支援はさておき、アークスの大多数は規律を守り正しき行いをする人たちよ。ただ組織の肥大化に伴って一部が徐々に腐敗してきているの。性格よりも力が求められる世界だし、仕方がなくもあるんだけどね。しつこいやつはほんとしつこいから、目をつけられたりすると面倒だよ。気をつけてね。お前さんか。奇遇だな、こんなとこで会うなんてよ。元気にやってるか？こんな森の中で偶然会ったのも何かの縁ってやつだな。よし、ちょっと手伝わせろ。ちょっとゼノ、私たちも任務中なんだけど。細かいことは気にするなって。それにこっちの任務はこっちの任務であらかたケリはつけておいたはずだぜ。
当だ。いつの間に？お前が原生生物にビビって逃げ回ってる間にだよ。ビビってなんかない。まったく、まあ好きにしなよ。よしよし、許可も出た。それじゃあ行こうぜ。ない？まあどっちでもいいか。情報が欲しそうな顔をしてるわね。してるでしょ？欲しいでしょ？うんうん、素直なのはいいことだよ。アークス1の情報屋さん、チームパティエンティアとは私たちのこと。あんまり気にしないで。パティちゃんが勝手にそう名乗っているだけだから。ただ情報を集めているのは本当。そうね、例えば最近だとナベリウスにいた変なダーカーとか。はいはいはい、あの噂になってる物探しダーカー、普通のやつよりかなり強いのかも。なんとかってチームもそいつらに油断しててやられたって。危ないね、おっかないね。噂を聞いて探しに行ったけど、あいにくというか幸いというか、私たちは発見できずじまい。姿を見せることも稀みたいだし、もしかするとアークスを倒す以外の目的があるのかも。不気味、不敵。一体何がしたいんだろう。もし見かけたら教えてね。だから何度言えばわかるのよ。それじゃなくてこっち先、二度玉になっちゃったでしょ。うっせえな、どうだっていいだろ、両方とも終わったんだからよ。いつもいつもそんなことじゃ効率が悪いって言ってるの。いいいい、わかりました、すいませんでした。っていうか元はといえば、お前が思いっきり依頼内容を勘違いしてたせいだろうが。うわ、自分でまあ気にすんなよとか気ざったらしいセリフ吐いておいて、すぐに本意とかかっこ悪。キザとか言うな。さっきまで泣きそうな顔してたくせに。それは言わないでよ。間違えちゃったのは事実なんだし。あのな、俺は別にそんなこと責めたりしないっての。ガキの頃からの付き合いなんだからわかるだろ。わかってるけど、ゼノのお荷物になるのは嫌だし。な、お前。さあエコ、任務の続きと行こうじゃないか。そうね、任務残ってるもんね。効率悪いやり方してるし、急いで終わらせないとね。そうだな、誰かさんが勘違いしてなければもっと早く終わってたけどな。ねえゼノ。おいエコ。